お手元の聖書、今日はヨナ書の2章、そこをお開きいただきたいと思います。旧約聖書ヨナ書、はい、アモスのオバディアの次ですね。ヨナ書、はい、ヨナというのは鳩という意味です、はい。預言者ヨナの物語を、はい、先々週から学んでおります。一章一回ずつ私は学んで、どんどん進んでおります。ヨナは紀元前、はい、大体800年頃の、はい、最も古い預言者の一人だと言われております。はい、ヨナ書は何といっても、はい、このヨナの人生に起こったこの出来事、はい、今学んでおる、はい、ヨナが神様からニネベに行って、はい、ニネベの人々に、はい、滅びを40にするとこの町は滅んでしまうという言葉を語りなさいという神の言葉を語るように命令されて、はい、その言葉を彼は避けて、はい、その言葉を拒否して、そして、ね、ニネベと反対の方向、ニネベは東、はい、彼は西の果て、今でいうとスペインの、はい、国の方までタル島で逃げていってしまったというこの物語を学んだわけです。一章ですね、はい、その結果、はい、彼が乗っていた船は大嵐、暴風に巻き込まれて船が沈みそうになったということなんですね、はい、そしてその結果どうなったかということが、はい、そこに記されておりました、はい。彼は、はい、この暴風の原因がどこにあるかということを知っていたわけです。それは自分が神の命令を破った、はい、神様の命令に逆らったからこういうことが起こったんだということをよく知っていたわけです、はい。旧約聖書で、はい、神様の言葉を語らなかったならば、はい、預言者は、はい、その責任を追及されるわけです。語らないで、はいはい、そして聞くべき、はい、ヨナのこのニネベの人々が滅んだならば、その滅んだね、出来事の責任は、ね、ニネベの人々にはない、はい、語らなかったヨナにあるんだということを、はい、神様は、はい、エゼキエルの33章とかいろんなところで、はい、語っておられますということで、はい、彼は拒否しました。その結果、はい、何が起こったかということが、はい、今日の2章に、はい、そこに記されております。一つ質問をします、はい、今世界で、はい、大きなリバイバルが起こっておる国があります、はい、世界で最も教会が今成長している国、はい、どこだと思いますかという質問です、はい、世界で最も教会成長、多くの人が救われている国はどこでしょうかという、ね、はい、昨日遅いの時私がちらっとそういうことを話したので、はい、聞いてる人もいるわけです。しょうこさん聞いてました。どこでしたか？イラン、ね、まさかと思うかもしれませんけど、世界の、はい、国々の中でたくさんの人が救われているのはイラン、イスラム教の国なの、はい、どれぐらいの人々が救われたか、はい、どれぐらいのクリスチャンの数が増えたか、はい、イランの国の人口は5000万、大体5000万、はい、そして今イランの国にいるクリスチャンの数は、はい、750万人になった。750万人、 10% 超しているわけです。なぜそうなったかということなんですね。それは、はい、一人の、はい、牧師さん、伝道者が殉教の死を遂げた。イランでイエス様を伝えたならば、これは、はい、処刑でしょう、はい、一人でも多くの人を、はい、救いに導いたら処刑でしょう、はい、その国で、はい、この一人の牧師さんが、これはアッセンブリー・オブ・ゴッドの、はい、群れなんですね。アッセンブリー教団は全世界で、はい、最も、はい、活躍しているこのグループだと思います、はい、韓国の養生協会もその中に確かいるんです、ね、はい、
その牧師さん、はい、これを報告したのは誰か、はい、これは、はい、第15回国家晩餐祈祷会のその準備会が12月4日東京都港区赤坂の料亭で持たれ、超教派のクリスチャンが日本各地から集まりました、はい、2015年の4月24日に晩餐の食事の祈祷会が持たれる予定で、駐日イスラエル特命全権大使ルツ・カハノフ氏、ルツ・カハノフ、カハノフ、難しいです、ルツ・カワノフ、カワノフ氏、石破茂国務大臣、音楽ゲストに岩渕誠氏を迎え、アジア世界各地から教派を超えて教職師らクリスチャンが集い、心合わせて祈る年に、祈る年に一度のイベントである、年に一度のイベントである。メインスピーカーは東京キリスト教学園理事長の広瀬薫氏を迎えます、うん、4日の準備会で、はい、12月4日の準備会で日本民族総福音化運動協議会総裁奥山実氏、はい、奥山インドネシアの宣教師奥山実、はい、奥さんですね、がイラン、アフガニスタン、ブラジルのリバイバルの状況を伝えました。奥山氏はインドネシアで宣教していた時のことを話し、カリマンタンのジャングルなどで首カリ族と呼ばれていた部族が次々と救いを受けた大リバイバルについて語りました。またここからですね、現在教会成長率が世界で一番伸びているのはイランであり、イスラム教の人々が次々と改宗してクリスチャンになっていると報告した。奥山宣教師は今、ね、栃木県で、はい、宣教師訓練センターをやって、はい、クリスチャンたちを訓練して宣教師にするということをやっておられますので、はい、教会の世界の姿をよ最もよく知っている方なんですね、はい、一番成長率の高いのはイランです。最も尊敬され人格者でもあるペンテコステのアッセンブリー教団の牧師が投獄され殉教したが、彼の遺体には200箇所以上の刺し傷があったという。この殉教をきっかけにイランの教会が霊的に燃やされ、まるで初代の教会のように成長し続け、現在はクリスチャンが750万人にも上りましたということ。イランといったら今ね、原爆を開発して、そしてその目的は何ですか。イスラエルを全滅させるんです。公言してるわけです。イスラエルにとっては最大の敵なんです。その国の中で福音を伝えたわけです。イエス様の証しをしたわけです。そして彼はね、捕らえられ、はい、迫害を受け、捕らえられ、投獄され、そして死んでしまった。その結果が、はい、今のような結果になった。びっくりしましたね。僕よも宣教師教えてくれなかったら、日本のクリスチャン、誰もそんなこと知らないでしょ。まあ、中国が一番多いとかね、あるいは韓国が多いとか、ね、アフリカの国々が、ケニアとかナイジェリアとかいろんな国を挙げるんでしょう。イラン、そしてその次はどこかというとアフガニスタン。アメリカの兵隊、国連部隊、みんなもう引き上げようとしてるでしょう。アフガニスタン、さらにイランの次にアフガニスタンで教会成長が伸びており、その成長率は13%から 16% の伸びだという、はい、タリバン、かっこしてイスラム教の神学生、タリバンはシャリアというのはコーランと預言者ムハンマドの言行、行いを法の源とする法律、はい、簡単に言えばイスラムの法律ですね、シャリアを守らせようと活動し続けている。タリバンイスラムの法律を守れと言っているわけです。強制的に。その活動は、女性は教育を受けてはいけない、家庭で子供を産むように、
というシャリアの教えを守らせようとしている。イギリス、オランダ、スペインなどによるイスラム諸国への植民地時代に女性教育が奨励され、アフガニスタンでもシャリアが骨抜きになっていた。戦後の国家独立後も、シャリアを守らない政治制度に反感を持ったイスラム原理主義勢力が若者をたきつけたのがタリバンだ。アフガニスタンでも二度とシャリアを守りたくないがゆえに教会に人々が集まってくるというということで、アフガニスタンがナンバー2。渡君知ってた？知らなかったでしょ、ね、恥ずかしいながらこちらも全然知らなかった。ということ皆さんが一番よく最近知ってるのは、ね、今年のノーベル平和賞、マラガ、ユフーズ財、あの17歳の女子高校生、女性の教育のために、ね、自由のために、彼は戦っている、正面から戦っている、殺すぞと言われているわけです、パキスタン、ものすごく行われる、真正面から彼女を立ち上がって、戦っている。今日はね、去年の暮れもそうなんだ、21世紀教会の鈴木兄弟が来てくれた。昨日電話、鈴木です、お久しぶりです、元気な声が聞こえてきました。ということで今日は鈴木さんが来て、鈴木兄弟、ちょっとお立ちください。この方、はい、おはようございます。はい、去年の元旦にも、はい、年の暮れにも来てください、ね、大変励まされます。21世紀教会です、皆さん、大変な名前なんだ。鈴木さんの教会は、はい、すごい教会。何がすごいかというと、牧師がすごい。信者さんも立派でしょ、牧師さんがすごい。なぜ？この牧師さんは、ね、実業家だった方か、会社の経営者だったというふうに聞いておりますけれども、そうです。はい、あ、そうなんです。本当に会社の経営、ね、彼は会社の社長さんから牧師になった。そして今東京のまんまになった。アメリカ大使館でしょうか、何大使館のすぐ近所にいるんですか。何大使館？広尾に新しい教会が8月にできました。広尾に、もうできたんですか。はい。8月30日に剣道式を終えてきました。何坪の教会でしょう。敷地400坪、縦坪が250ぐらいですか。いくらかかったんですか。13億。教会ができて何年なんですか。教会スタートして、まだですから、私が準備室で洗礼を受けましたんで、まだまだ今年のスタートして、スタートしてから大体準備を整えられてから約5年ぐらい。5年ぐらい、はい、5年の教会、13億の教会聞いたことがある。大体13億の教会建てるって聞いたことがある。牧師さんは、はい、先ほどの名前で言うと増山博文、土辺の増、博文は広の宮の広で、三髄に告げる、文は歴史の死ぬ増山。会社を売って牧師になって教会を建てた。まあ教会にいろんな人がいますよ。それ今の安倍総理大臣の奥さん、奥さんは誰の子供か知ってますか。子孫、先祖、森さん知ってる。知らない。森永キャラメルの娘さん、森永キャラメルの孫かな、クリスチャンの孫。安倍さん大変な人と結婚しちゃってる。
今、はい、この4月24日晩餐祈祷会を持たれる予定、駐日大使その図に書いてあった石破茂国務大臣が出てくる。まあ地方ね、地方復興の大臣になって、安倍さんの最大の政治的な、まあ、協力者でもあるしライバルでもあろうかと思われるこの人が出席する。彼は大事対こういう、ね、国家的な、ね、規模のキリスト教の、ね、この集会に出てこられる。石破大臣の先祖は、はい、有名な金森通銀という人、島根県出身でしょ、この人鳥取の出身、ね、先祖が、ね、牧師であった。そして、はい、聖書の言葉を否定するドイツの神学教えに、ね、教会が同志社大学が、ね、汚染されてしまって、その影響を受けて、ね、はい、聖書は神話です、ね、ヨナの物語はこれは作り話です、あることを教えるために、分かりやすくするために、ヨナさんが、ね、大きな魚に飲み込まれて、そして3日目にあの陸に吐き出された、これは作り話ですということを言う、そういう教えなん。聖書の言葉を本当だと信じない、ね、ある霊的な教えのために、分かりやすくするために、はい、例えとして用いているんだという、そういう、ね、神学がドイツから入ってきた。ドイツの教会の歴史の中にそういうことがいくつもいくつもある、ね、まあ、マルティン・ルッターのような立派な人もおります。それで金森通林牧師に信仰を失っちゃった、お祈りしなくなった、そして行き詰まっちゃった。それでついに彼は悔い改めた、悔い改めて、もう一回単純にイエス様を信じます、十字架を信じます、復活を信じます、昇天を信じます、イエス様の再臨を信じます、千年王国を信じます、聖書のことを信じますという聖書信仰に立ち返った。その人の、はい、これは、まあ、言うなら孫に当たるわけです、はい、ということで、はい、今の、はい、福山、はい、牧師さん会社を売ったってクラウドったんです。あのことが非常に気になったので、はい、いくらぐらい売ったんですか。いや、あのオランダで世界のナンバー2の IT 関係、まあ、あのネットの商売をやってるランドスタッドっていう会社にですね、どれぐらいか分かりませんけど何百億ということを聞いてますけど、その辺はあのお父さんがもともとその会社を作られて、それで筆頭のあれはお父さんだったんです。ですから多分、まあ、松山さんがそれを後継いでやられてですね、まあ、その辺はちょっと神様しかお分かりになりません。何の会社なの。もう一回、人材派遣会社です。人材派遣会社、はい、人材派遣会社で、日本ではナンバー2でしたですね、パソロンに続いて、ですから1000億企業でした。日本ではですね、売ったんですか。はい、あ、オランダに、オランダにね。で、日本の、企業は残ってるんですが、うん、それは増山牧師のお母様が一応名前だけの会長という形で、まあ、株主配当をもらってみるかも分かりませんが、お給料は出てないということを聞いてました。というとてつもない、ね、どこで救われたんですかね、この人。もう学生の頃からお父さんがもうクリスチャンでしたから。お父さんクリスチャン、はい、はい、そうです。で、早稲田のラガーマンで素晴らしい人なんです。ラガーマンで、お父さん ラグビーですね、はい、それでその後を継いで、まあ、いやいやながらその商売を後継いだところが、最初は運送会社やったんです。で、運送会社で設けられて、それから人材派遣会社を別に作って、それをお母様が後継いでですね、その後を松山牧師が継いでた。それで、洗礼を受けたのは随分早いんですが、
もう20年ぐらい、ちょっと教会も聖書からも離れていたと。である時お父さんがその新しい会社を作られてやって、そこの社長になってしまった。それからですね、1年放棄してそれでやり始めたんですが、なんせ仕事が人材派遣で相手が人間ですから非常に悩んでですね、相当まあ、苦労された。でそこで初めて上場企業まで立ち上げて、ただ上場はしなかった。それで個人のままの時にそういうお話があってですね、で、まあ、神様の証明を受けて、それで牧師になれというのが台湾のジョさんとジョっていう有名な牧師がいらっしゃるんです、うん、この方のご指導でもうすでに洗礼を受けられていたんですが、悔い改めまして、もう、牧師になると、完全な牧師になるということで洗礼されたそうです、はい、台湾から毎月ここの教会に手紙が来るんですけど、はい、ジョさんです、はい、ジョさんです。そこの会教会ではいわゆる牧師さんなんですが、代表者ではございません。実業家ですから、はい、ですからそういう方のつけがあって、それで導かれたという、はい、あとはカナダのリチカオ牧師夫妻、いろいろもう世界中で関わっているのは、日本では中野雄一郎先生、もうこの前の剣道式もいらっしゃいまして、私もご挨拶して元気でやってるかって言われたんですけど、中野雄一郎って何ね、ハワイの教会の、そうですね、はい、ということになりますね、はい、21世紀教会13億の教会聞いてびっくりしました。この教会ならばね、30個ぐらい教会ができるわけです。そうですね、普通教会はね、4000万の教会ったら立派ですからね、まあ20、21、8できるわけですよね、はい、疲労っていうのは東京のままなんですか。疲労です、疲労のですね、ちょうど天元寺と疲労の間のちょうど真ん中のところなんですけど、もうちょっと奥まったところですけど、設計施工していただいたのは安藤忠夫先生なんです。はい、普通はやらない先生なんですが、もう安藤忠夫先生が力を入れて、奥さんの設計者、はい、はい、ありがとうございますということなんですね、はい、今日はこのイランの、はい、教会成長、はい、一人の牧師が、はい、命を捧げた、伝道した、はい、そしてこの増山牧師、はい、この財産を全部言うなら神様に捧げたという